チャオ、あっちゃんです。今ね、エバーグリーンでお買い物終わってきた。で、帰りちょっとね、ラムゲちょっと欲しいものがあるからラムゲ寄って、で、なんと銀行寄って帰りましょう。なんと銀行ね、そこはね、大桑に ATM があるんで、そこ寄っていきます。この辺ぐらいしか形違うのよな。どっかもしかしたらあるかもわからんけどね。クーラーボックスはね、後ろに売り上げて当たってんのかな。コツ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 言ってるの。そうか、持ち手かな、コツコツ言うの。なんかコツ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 そんな気にはならないんだけどね。現金とで出すからね。またペイペイに4枚入れて6万出しとこうかな。まあ、ゴールデンウィークやからね、もうちょっと使うかもわからへんねんけど、わかんない。出しといたら使ってしまうやろ。足らんかったらまた出しに行ったりしね。来月引き落としがね、大きいからいつ届くやろ。ゴールデンウィーク前に届くんかな。今日はドンキ寄らない、別に何も用事ないしね。しんどい、なんか無さのまんまね。和歌山片道100キロあるから、100キロは危険かもな。危険ってことないよ。その100キロ往復200ぐらいって大したことないんやけど、長距離とかで言わへんねんけど。走りに行きたいな。寿司が食べたいな。何を寝とれて。今日何かチビキ買った。チビキでね、赤身の赤身のチビキだから何かね。
タブが開いてるわ。よいしょ。ちょっとラムいってきます。チャオ、あっちゃんです。今、ラムーでね、お買い物して、アイスを食べて、で、帰るところですっていうことでね、ラムーから行きましょう。クールボックスの持ち手、うん、持ち手の当たるところに何かテープ貼るわ。そこにテープ貼ったら音多分止まると思う。ゴムかなんかの、当たりゴムかなんかつけるわ。別に大丈夫やねんけどね、何もないねんけど、長距離運転の時にね、カタカタコトコト音はね、結構ストレスになるねん。ダッシュのキシキシ音とかね、いろんなそういう音っていうのはね、定期的になる音は結構ストレスになるんで。今日はね、動画少ないよ、あっちゃんね。よいしょ、さあ、今日はね、どこ行くかな。ジャスコの中にまたね、ジャスコの中にも100均と銀、なんと銀行とあるんやな。木場にもあるんやな。木場行こうか。500m 先、警察署です。ジャスコはね、100均が2階にあって、で、鮮魚じゃないわ、銀行が1階やねんけど、反対面じゃね、一番距離の遠い反対面に確かあったはずやから、歩くめんどくさいから、諸葛刑務所です。奥は行こう。お元気ですか、ですか、暮らしの中のパートナー、奥歯からのご挨拶、見てますか、楽しいですか、心と音とか音からあなたの街の奥は、でも行こうか。エヴァグリーンで歌なかったよな、確か。エヴァグリーンって和歌山やねんて、この前視聴者さん教えてくれて、知らんかったよな、ね、和歌山やし、で、泉佐野で魚を仕入れてんねんけどね、泉佐野子から直行らしいけど、今日面白かったね、あの鮮魚コーナーずっと言ったらね、おばちゃんが一生懸命あのお店の人と喋っとって、で、メバルをめっちゃ買うてんねん。メバル、メバル何匹買うてたっけな、4匹か5匹ぐらい買ってたね。おばちゃんすごいメバル業さん買うな。で、店員さん喋ってんねん、これ あれしてくれる、調理してくれるの言うて、しますよ言うて話してて、で、これ家まで持って帰るのにぬくもったら痛むから、氷とか入れてくれへん、氷レジの向こうにあるから自分で入れてくださいみたいな話しとって、なんでね、おばちゃんが泉佐野から泉佐野まで買えんねんけど、泉佐野まで持つぐらい氷くれるかなーとか言って話してるから、魚の兄ちゃんが、泉佐野やったらもっと新鮮でええ魚あるやろ、俺ブルキないんか、いや面白かった、あの泉佐野の子からこう取るからね、仕入れとるからね、で、今日ランゲの兄ちゃんめっちゃ笑うとったもん、釣られてあっちゃ笑うでしょ。泉佐野から来るねと、ほんまに泉佐野もっと新鮮なんだ、いっぱいあるやろね。なんかあれやねって、ラムで見て
ラムじゃないわ、エヴァグリーン見て欲しいなって思って、ここでコート持って帰りたいねんって言うとったちょっとだけクスッとしてしまった。それか今月の家計費、先月8万ぐらい使ったからさ、まあ先月8万使ったけど、先々月がそんな使わへんかったね。先月は今月8万、先月がだいぶ余らしたんよ。だからまあそれで帳尻合わせてゼロゼロじゃない、あとだから8万家計費で使って2万円を小遣いみたいなの使ったの、ちょうど10万で、あと2000円しかなかった。入れ足します。